許しがたい、答弁書が来ました。国が認めていたこと、証言も出ててほぼ認めていたんですけど、やっぱ答弁書には一切認めるようなものが書いてなかった。私も訴えている5名と国の答弁書を拝見しましたけど、許しがたい、答弁書が来ました。1名に関しては、示談の申し込みが来ているので、それに応じようとは思ってますけど、他4名の方は本当にひどい、答弁書を出してきたので、非常に謝罪っていうのは何だったんだろうっていう思いです。当時の、国が認めていたこと、証言も出ててほぼ認めていたんですけど、やっぱ答弁書には一切認めるようなものが書いてなかったので、すごく矛盾が生じています。ありがとうございます。